still pitch black outside in Tokyo, which is really weird. Tokyo. Always you can see an incredibly beautiful skyscrapers everywhere. Chaotic. Excitement. Craziness. That is Tokyo. My name is Takeo Kono. I'm a GW based in Tokyo, Japan. I've been working over 20 years as a professional studio player. I was humble. I was busy. I was proud of myself. My entire schedule was full until several next years. Living as a top musician in Tokyo, that was just like a dream life. I was living like a dream boy. Hundreds of thousands of people in front of me every weekend. I was excited in my life. But now it's not. My life has been totally changed. My entire schedule was cancelled. I have no guarantee. Pay my rent, live by myself, living in Tokyo. It turned immediately into a nightmare. Where is this crazy virus comes from? Who is spread this crazy virus? Which country is responsible for this? 4,969,926 people already died. What can I do? What should we do next? This is my story. Life as a musician in Tokyo 2021 looks like. It's 5 a.m. Today's agenda is I'm gonna do a concert. Yeah. You know, last time I did like a proper concert in front of, you know, real people is, I guess, almost 2 years, which is crazy, isn't it? I think today's a big, big step for my life, you know, as a musician. So I am decided to make a blog today as much as I possibly can. Because in fact, still most musicians do not allowed to do that, especially in Tokyo. So big thanks to my best friend Yuma, his artist who I'm gonna play with today. And producer Nakani-san, which is my best friend. I'm just so excited. それではここが今日の会場になります。ここはもう上野駅から歩いてすぐの場所なので、実はですね、僕も地方から出てきているので、東京に初めて降り立った駅が上野駅なので、すごくこうたくさん思い出のある街なので、もう20年もね東京住んでるんですけれど、なんか20年経った今もこうしてこの街でなんかこうフリーライブで、しかもコロナがあってね、演奏ができるってなんかこうすごいことだなと改めて思いますね。しっかり楽しんでいきたいと思います。それでは行ってきます。
ありがとうございます。リハーサルでございました。15分後ですね。楽しんでるよ、みたいな。リハーサルでした。どうもありがとうございました。わざわざ朝からすいません。ありがとうございます、はい、もう今日も綺麗なあるトークで、はい、よろしくお願いします、はい。俺あの時恵比寿天満スイッチにいてやってた仕事は2月29日の日の夜のニュースで、ちょうど安倍さんが記者会見やってる時にその一報が入ったんですよ。大阪でクラスライブハウスでクラスターが発生したと聞いて、ついにライブハウスかと。でまあそしたらまあ大阪だし知ってるのも多いし、まあすごい言い方悪いけど仲間だったら嫌だなってやっぱ思ったんだよね。まさかなって思いますよね。仲間だったら嫌だなって、まあ、見たらさカツオコレクションとか書いてあるでしょカツオって言ったらまあ一人しかいないなと思うし、なんかすごい極悪人みたいな、もう殺人犯よりひどいような扱いを受けてるのをやっぱり見て、ちょっとなんか人間って嫌だなとも思ったし、音楽ってそもそもウイルスじゃないわけじゃない。音楽がウイルスだったわけじゃないし、ワイドショーとかでライブハウスの様子とか言ってすげえさ、なんかさ募集やってるようなのをさ流すからさ、映像シーンにはその誹謗中傷メールがもう山のように来たという話を聞くと、誹謗中傷してどうすんのよ。悪い意味ですごく大阪っていうキーワードと音楽っていうキーワードとライブハウスっていうキーワードが日本で一気に広まっちゃったから、なんか今でもすごくライブってやりづらいわけじゃないですか。言い方悪いけどさ、今ここでイベントやってるのはもう外だから、うん、イベっていう話であってここってもう1ヶ月近くずっと開催するわけじゃないですか。実際ね、2年ぶりに人の前で演奏できたり、うん、すごく大きな一歩だと思うんですよね、自分的には。ただで、ちょっとこうやってライブが見れる場所が、しかもこの東京のね、上野の玄関の一番目の前のところにある。いや、面白いのはさ、やっぱその今竹内って何年ぶりに人前で歌うみたいな人がいっぱいいて、だからライブやりまくってきた人ほど上がってんだよね。で歌詞間違えたり、なんかさ普段そんなメロメロになるみたいな人とかもいたり、なんかそういう意味で今まで普段ない緊張感を見られて面白いことは面白い。コロナになってやっぱ生で聴く機会が減ってごまかしが低くなっちゃって直せちゃうじゃない。やっぱり画面を通してより俺は生だと思うし、歌ってる方がお客さんに向かって魂を送り、お客さんがそれに応えて魂を送り返すっていう、この相乗効果でライブっていうのは良くなっていくわけで、テレビとかそういうネットを通じてだとどうしてもさ伝わらないと思うんだよね。それを知ってて初めてこうその次があることじゃない、うん、音楽って、うん、ね、生で見るためにテレビがあったり、うん、ラジオがあったりするのがもう本当はそうじゃない。いや、要するにテレビで見て生で見たいと思ってみんな、ね、ライブに行くんだよね。だから今ね YouTube 見て終わっちゃうもんね、みんな、ね、オンラインライブとかいう言葉がまやかしで、あ、テレビだよだからさ、オンラインライブをさ極めていったらさ、ただのテレビの音楽番組みたいになってくるよ。ライブっていうのはこうお客さんとこのステージというこの一枚の壁を挟んでの戦いであり、で、あるお客さんが言ってたんだけど、ライブはデートだって言ってたの。私はデートしに行くのがライブだって言ってたのを聞いて、あ、でもその通りだなと思ったし、特別だもんね。やっぱそれがね、なくなったからこそ俺その大切さがみんなよく分かったんだなと思って、うんうん、僕ね、しかも東京に田舎から出てきたじゃないですか。東北出身なんで初めて降り立った東京の駅、もちろん上野駅なんですよ。で、このね、御徒町というか、もちろんこう東京来て初めて来た町でもあるんで、ここでね、2年ぶりに、しかも東京に来て20年も経って、まさかフリーライブでね、自分がギター弾いてるなんてって思うと、すごく感慨深いです。誰もね、できることじゃないなって思いながら、こう、なるべく批判を受けないように対策もしてっていうか、こう、次のやっとステップに来れてるわけじゃないですか。批判をね、100% なくすことなんて絶対無理で、批判はもうあって当たり前だと思うし、そこに負けないメンタルを持つしかないな。このコロナで例えばすごく大事な人を亡くされた方とか、
もしくはこうご自身がね、こう病にかかったりして例えば精神的にもダメージを受けたりした人もいるわけで、これからまた昔みたいに戻っていくにはどうしたらいいのかなっていうかね。で俺もさ、その去年父親亡くして、いやコロナは関係ないかもしれないけど、うちの父親はその銀座行ってお姉ちゃんと遊ぶのが好きだったけど、やっぱそれも行かなくなったから、なんか張りがなくなって弱っちまったのかなとか、だから最後入院して死ぬ前日まで1ヶ月全然会わせてもらえなくて、病院に行けないってことだ。そうそう、病院入っちゃいけないから、だから入院した日から次会った時はもう口も聞けない状態。それもさ、要は言ってしまえばコロナのせいでこうなったって言い出したらキリがないんだよね。やっぱ未来見てたいなと思うし、音楽が悪かったってすごく感じてる人もいれば、でもそうじゃなくて僕らはできることがあるってこうして動いてる人もいれば、ネガティブな考えをこう取り払うことができなくてまだ動くことができないミュージシャンもいるわけじゃないですか。俺あのアークのクラスターはなんか良かったと思ってる。結局あれがあったからこそみんなこう対策しなきゃってことを真剣に考えたわけじゃん。だからそういう意味でみんなあそこのクラスターとかに関してはやっぱもっと感謝すべきな部分があると。早かれ遅かれ音楽のああいうライブハウスで感染は間違いなく出たと思うし、このコロナで自分たちのこうファンを失ったり資金だったりをね失ったアーティストもたくさんいるわけじゃないですか。音楽って必要じゃないみたいな空気って出たじゃないですか。エッセンシャルじゃないものだからもう今はやるべきじゃない。なんだろうな、俺さ全く音楽聴かないのねって言い方するとさ、なんかお前音楽プロデューサーだって言われるかもしれないけど、まあ、聞くときは真剣にちゃんと聞くけど、料理人が味見したりするために料理食べるのと一緒で四六時中食ってるわけじゃないっていうのと同じ感覚で、音楽をその家帰ってとにかく音がなきゃ嫌だっていうのも全然なくて、もう無音なんですよ常に。別にそういう言い方からすると別に音楽必要じゃねえよってやっぱ言っちゃうタイプかもしれないけど、嗜好品だと思うから。だからさ、酒飲む人はさ四六時中飲みたいだろうし、タバコ吸いたい人は四六時中吸いたいだろうし、音楽もね、音楽聴きたい人は四六時中聴きたいだろうし、別にそれでいいんじゃねって思うところがあり、で音楽っていうのは全てその辺どこにでもある。今ここで走ってる電車の音も音符になるっちゃ音符になるんだよ。だから全部音楽だから、そんななんか音楽が必要か必要じゃないかなんて議題を言ってること自体がちゃんちゃらおかしいねっていう。すごくみんなやっぱり敏感になってるってことだよね、音楽っていうことにね。そう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 、なんかもっとだからそういう普通のことだよってことをこうなんかもっと発信していけたらいいのかな。そうなんだから、なんかさ、もっと気軽なもんだっていうところに、そうね、なんか一回ねまたねそこに立ち返ってね、ちょっとさ柄悪い人も多いしさ、失礼な言い方だけどやっぱりその輩が多いのも音楽業界の一つで、輩ばっかりじゃないのよ全然。でも輩が目立つから、だからこそその音楽が叩きやすいんだろうね。ああ困ってるとかもっとあったし、アパレルとかなんてもうみんな出かけないから服買わないから、みんな困っちゃったし、ね、まあでもこうやってね僕らも要するに2年ぶりに会ったわけです。そう、俺はもう次会うのは葬式だって決めてたんだけど田舎に帰った人も多分たくさんいらっしゃるんじゃないかなと。だから仕事変えた人っても何人も知り合いでいるし、だからやっぱりここ生き残ったっていうのは重要だと思うし、また来年とかさ、なんかここであの時はこんなこと喋ってたなとかこうしっかり言えるように自分も頑張っていきたいですね。なんかね、いやこの2年生き残った人は生き残るんじゃない。だって結構な狂いにかけられた2年間だったと思うよ、ね、今また元気な姿で会いましょう。そしたらまあもう俺も来年50だから そろそろくたびれてくると思うんで、はい、じゃあまたこんな感じで会いましょうか、はい、じゃあ今日どうもありがとうございました。 OK。
どこかで誰かが僕らを待っている。 This is just beginning. This is just baby little one step by Music is hope. Power of music is the next master key of our future. Thank you so much for watching, and I will see you in the next one. Take care.誰かがちょっと休める場所を探して、あと先なんて気にせずに飛び出したね。その方がもっと遠くへ行けると信じて、あ、すいません、どうぞ。はい、OK。 おいしい。出発やっております。今日は大阪から来ていただいております。活気が戻っていいですね。ね、マスクこそしてるけど、だめね。うまいわ。祭りじゃないのにこんなん食えるの、暑いわ東京。毎日やから、うん、ここは。いや、これデビューできるんじゃん、これで。フォトレね。 OK、 じゃあお願いします。かわいい。怪しい人だよ。完璧に怪しい人ですよ。うん、そっちにしてみようか。僕だからこう回っていくんで。あ、じゃあ行くね。ちょっとやってみるね。3、2、1、はい。OK。 一発で OK じゃん。はい、じゃあ行きます。3、はい。オッケー、ちょっとそれがいい感じ。ありがとうございました。まだ元気な姿でお会いしますよ。会うことないと思いますありがとうございました。